じゃあそもそもねこの創生トークとは何ぞやというようなところから始めたいと思うんですけど、この LINE ライブというものと、まあ、結局あの YouTube の生配信ということで、全世界にも配信しつつ、こういった会場の皆さんとも和気あいあいと、あの普段のテレビのちょっと堅苦しさからはこうね、出した内容のものをお送りしたいなと思って、第 4話4回分あるんですけど、はい、そのハエある1回目でハエあるハエある1回目、ハエあるけどいろいろある1回目なのでまだ始まってないってことですね。ということですね。ね、で受験生の部屋ということで、はい、ね、あの主に大学受験今頑張ってる皆さんに向けて、はい、うん、もしくはそのお子さんとかお孫さんとかお持ちの方に向けてお送りしようかなということで、はい、まあまあ、あの大学受験をしたアナウンサーの人間ってどれくらいいるのかなと思ったら、はい、実は半分ぐらいが推薦だった。そうなんです、ね、そうですね、そうそうそう、大学に推薦で入学してたということで、うん、あらあらと思ったんですけども、半分その受験して大学に入ったうちの半分ぐらいということで、はい、我々3人、はい、そうなんです、さまざまなね、まあ、いろんなね経緯を得た3人を集めたということで、これからね、まあ、はい、俺みたいになるなと簡単に言うと、しくじり先生、しくじり、まあそれに近い部分はパクってるわけじゃないから、しく先生、ね、しくじってない方だっているわけですね。この中、確かに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 しくじってるない人もいるかもしれないですけども、ね、まあ俺みたいになるなよっていうものから、まあ、こうした方がいいよ、これだけは聞いとけっていうようなね、うん、内容までお送りしていきたいと思いますけれども、はい、ね、今すごい、はい、気になってるのが、この会場に受験生、うん、本当に本当の受験生、ちょっと聞いてみます、じゃあ配信が、ね、始まってからも聞くかもしれないはい、はいはい、受験生っていう方は、はい、いろんな中学、高校受験、大学受験、いろいろあると思いますいない、中学受験いないですね。じゃあお子さん、お孫さんに受験生、あーなんと孫がね、孫が大学の、あら大学のロブルで、なんとなんと大変ですね、進路が、ありがとうございます。で今高校3年生ですか。そうですか。じゃあぜひあのお孫さんにも今日の内容でもしかしたらあの LINE ライブ YouTube をね、ありますか、うん、参考になることなるといいですねなるといいですね、はい、そうですか。まだか。ですね、はい、あのこちらサイドの後ご説明からいきますね。どうぞ。今回 YouTube ライブと LINE ライブ両方配信するということなんですが、はい、LINE ライブだけは最初から配信できていることが分かりました。お、この画面じゃない方、はい、こっち側ですね。はい、そうですね、はい、なので、LINE ライブは生きてるみたいなので、やっちゃいますか。やりましょうか、もうお待ちいただいてますからね、ゆるい時間で、お待ちいただいてますので、ゆるゆる、はい、じゃあこっちはもう別に一旦、そうです、一応、まあ、でも、右手はそちらの2つある方がいいので、はい、ああ、そうですか、わかりました、はい、一応、はい、置いとくだけで、はい、じゃあもうこれは撮られてるということですね。まだこっち白いね、ちょっとタイムラグがあるのかしら。前の方空いてますんで、よかったら、はい、おかけください、おかけください、休んでってください。じゃあ瀬戸川さんのタイミングでまだ帰ってきてないね、全然、あ、白いです ね、 ですね、白いですね、ちょっと失礼します、すいません、ちょっとすいません、いろいろ不備ありまして、いや、まだ上げてなくて、ちなみに皆さん LINE ライブってご覧になったことある方いらっしゃいますか。閉じてるわけじゃない、 あ、 あ、いらっしゃる、登録されてる方っていらっしゃいますか。ああ、そうですよね、けど知る、あの今日機会にぜひ登録していただければ、あの我々 HTV アナウンサーも定期的に LINE ライブという形でだいたい平日のお昼に配信をしてるんですけど、なんで白いんだろう、ちょっと待ってください。まあ、あのコメントをサイドから入れますんで、うんうん、まあ、カメラに向かってやっちゃいますか。はい、そうしましょうね、はい、もうお待ちいただいてますので、はい、お待ちいただきます、お待たせしました。じゃあこれでもなんかあれだね、本当に始まってるのか不思議な感じですね始まってる感じは、ね、画面がずっと白いこちらね、はい、LINE ライブご覧の皆さん、こんにちは、こんにちは、見えてますか、聞こえてますか。世界発信ですかね、コメントとかいただけると嬉しいんですけれどもね、はい、はい、
札幌市中央区北一条西一丁目創生スクエアからお送りしております、はい、創生トーク受験生の部屋でございます。たくさんの拍手もいただきました。ありがとうございます。ということで、あ、見てます、こんにちはといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、会場で見てますよということで、ありがとうございます。じゃあ見れてる、見られてるってことですね。よかったよかったよかった。ということで始まりました、はい、受験生の部屋ということで、はい、まあまあ私たちアナウンサーが悩める受験生に向けて、俺みたいになるな、はい、もしくはこれだけは聞いとけという内容ですね、はい、お話ししていきたいと思います。改めまして一問に担当しております林和人です。ありがとうございます。同じく一問に担当しています福永由里です。お願いします。そして一押しを担当しております菊池智弘です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして LINE ライブ配信をご覧の皆さん、コメントいただいてから反映されるまでちょっとタイムラグがありますのでご容赦ください。ただ皆様からのコメントだったりですね、質問などもお待ちしておりますので、見てますということで、早速成田さんですね、 HTB 祭り行けません、休み合いませんでしたということで、でも LINE ライブはね、お仕事だけど見てるってことですかね。あ、時間作っていただいて、お仕事大丈夫ですか、ね、はい、ということでありがとうございます。さあということで早速、うん、そもそも我々がどんな、はい、あ、まあ受験結果だったかということをですね、はい、フリップに一言ずつ書いていきましょうかね。なるほど、はい、受験結果、まあ、受験結果どうしたんですか菊池さん。まあまあ、あの出身大学と受験の結果と、まあ、一言メッセージですよ。あ、そうですか、はいはい。私受験に関してはちょっとね、あのアレルギー体質なんです。アレルギー、大丈夫ですか今日。かなり受験っていうワード出てきますけど、ね、受験っていうのはあんま聞きたくないんですね大丈夫かな。この間誰も喋んないんですね確かに、あの喋りながら書くって、ね、意外に難しいですね。確かに。ミッツの母さん、林さん噛まないようにねって言われてる。え、通常そんな噛んでましたっけ昔はね昔は、何かこうかな、何書けばいいんだ。ちょっと一言っていうのも難しいですね。なんか、あ、受験生の方が、実際の受験生の方が見てくれてるのかがちょっと気になりますね。コメントでも教えてもらえると嬉しいです。難しいな。だいたい我々いつもインタビューしたりとか多いですけど、この自分から発信するっていうのはなかなかね、受験についてのアドバイスって伺ったりはします。菊池さん、あんまり受験のアドバイスしてるの聞いたことない。そうでしょ、はい、参考になるかどうかっていう。よいしょ。受験、語弊がある。書けましたか林さん。もう書いたよ。振り返っての一言何もないけど、はい、あなた、はい、大丈夫、はいはい、振り返って、はい、振り返ってね、はいはいはい、じゃあ出していきましょうか、はい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 、これ誰からいきます。まあ、一斉にどう映っていきますか、はい、じゃあいきます、はい、これどれどう映ってるのかね、これ分かんないんですよ、画面が白くて、はい、じゃあせーのドーン、はい、せーのドーン、はいはいはい、どこまで映ってるんでしょうね、分からないですけど、分かんないよね、じゃあ、私からいきますかね、はい、どうぞ、はいはい、私はですね、早稲田大学の教育学部国語国文学科というところに、一応、あ、来た、あ、映りましたか、はい、もっと前じゃないと、本当ですね、はい、一応現役で受かりまして、はい、まあ、奇跡の合格、しかしそこには落とし穴が、そういうテーマ書くんだったら、はい、はい、そうですよ、はい、そうやって伝えたつもりだったんですけど、はい、足りませんでした、ね、すいません、言葉足らず、あまりテーマがなくて、はい、はい、まあまあ、おいおいどういった落とし穴があったかというのはね、話していきたいと思います、はい、はい、じゃあ福永さん、はい、私は神戸大学経済学部、あの現役で合格、すごいね、したんですけれども、ですよ、あの、はい、皆さんが思っている試験とちょっと、うん、ちょっと違うというか、うん、あのセンター試験の結果と内申点で合格しました、うん、え、そうだったの。あ、そうです、まあ、でもそのぐらいほぼほぼ推薦じゃん。でもセンター試験そのぐらい取れたって、あれ俺人選間違えたかな、私、まあまあ、センター試験頑張りましたから、はい、じゃあ本日の主役と言ってみましょう。多分ね、これ私にこれを言わせたくてね、皆さんね、はい、選んでると思うんですよ、これ。
ことないですよ。一応あの早稲田の教育二浪した結果、二浪っていうところが多分今回のキーワードですね。二浪して入りました、受験はですね、ゲームっていうゲームなのかどうかというところ、私がこう誰よりもいろんな試験を受けた結果、これゲームなんじゃないだろうかというところに気になりますね。すごい境地ですね、ゲームじゃあどうしようか、早速菊池さんの話から私からいきましょうか、まずですね、はいはい、そもそもなんで二浪したのかって話ですね。一応、高校まではあのちゃんと進んだんですよ。ダブることもなく、はいはい、ただですね、大多数の人がそうですね。二浪っていうのはですね、まあ一応言い訳言わせてください。福永さん、言い方野球をやりました、はいはい、で勉強もやったんですけど、まあ、どうも授業中起きてることで精一杯で耳に入ってこなかったんですね。先生の言ってることが、で結果、現役ではどこも大学も受からないぐらい、福永さんのようにセンター試験でどこかの大学に受かるぐらいの点数は取れなかったわけです、でもう道はないので、もう浪人するしかないなと、で1年目挑んだんですけど、まあ、実質ここからスタートみたいなもんなので、なるほどね、先生の言ってる意味がわからない、これは何という英語が全くわからなかったんですね。でまあ、1年間勉強して、じゃあ成果を出そうと思って受験したらですね、10校受けて10校落ちたんですよ、一浪でも、じゃあもうこれもうラストチャンスで二浪だと受けて、でその時にですね、途中で、あれこれ受験ってゲームじゃないかと結構飛躍がありますけど、どういうことですか。なぜかというと、私私立の大学しか受けなかったんですが、それぞれの大学に、あの回答のパターンが見えたんですよね。はい、なんか急にエキセントリックになってました、パターン、パターンがあるの、英語、同じ英語でも、この早稲田という大学と上智という大学 の、あの答えの求められている答えが違うんです、ちょっと待ってくださいね、それね、多分ね、赤本やってたら気づくと思います、1年目で。いやそれがね、気づかなかった。気づかなかった。そうこうしてるうちにいろんな問題を解いてたら、もう問題を読んでるうちに答えが見えてきたんですよ。かっこいい、かっこいいね、かっこいい菊池さん。で苦手だった英語が読むのだけは得意になって、結果なんとか合格できた。すごい。そうですか、なるほどね、でゲームと、おそらくその攻略パターンを見極めたらいけるんじゃないかと、あ攻略法ね、各大学の攻略法を見つければ、そう、あつまりじゃあいわゆる赤本とかをみっちりやり込むと強くなると、そうですね、はい、大学は多分問題の中に求めてる人間をこう決めてると思うんですよね、早く早いたくさんの分量の問題を出してそれを情報処理能力としてこなせるかどうかっていうのを見る大学もあれば、じっくりと読み込んで自分の意見を述べさせるという答えを求める大学もある、その辺ので対策を変えるということですか、でもその現役の時と一浪と二浪の時ってその志望校だったりとか、もうこの例えばね、あの早稲田大学に入りたくて二浪したんですとかね、いろいろあるじゃないですか、そういった志望校とかはどうだったんですか。志望校は現役の時からここしか受けてない、あもうそこに行きたかった、現実を知らなくて、ひょっとしたら受かるんじゃないだろうかと思い続けてて、現役と一浪でやったんですけど、ひょっとしたら起きなかったんですよね。でやっと頑張らなきゃいけないなと思って、なんとかギリギリ引っかかった、あそうですか。そのやっぱり二浪を決意する時のやっぱメンタル、あ確かにね、まあ、どうなんですか、現役でね、あ、まあ、全部うまくいかなくて、じゃあ一浪しようかっていうところはともかく、一浪しました、でもう一年やるぞっていう時は、まずそのね、一浪の、まあ、2回目の受験ですよ、2年目の受験の時に、だって全部落ちたわけでしょ。そうですね、相当、まあ、家族に対しては非常に申し訳なかったですよね。メンタルやられる、まあでも自分のメンタルやられますよ、自分のメンタルもね、これかなりやられると思うんですけど、でどうすべきかということで、メンタル的にはすごく大変で、友達の部屋が5階にあったんですよね。だってあの菊池さんって確かその
現役で落ちた後は、あの、なんですか、下宿して予備校に通ってたんでしょ？予備校の寮に入ってます、はい、寮。だから同じ境遇の人間しかいない。みんな仲間ですよね。なんですけど、その中ででもほら、一郎の仲間でね、で、どんどんほら、私も経験あるんですけど、あいつは受かったとかね、うん、あいつはどこそこに受かったってだんだん出てくるわけじゃない。みんな受かってますね、うんうん、私だけ落ちて、で友達の部屋行って、うん、5階だったんですけど、うん、なんかこう窓見てたら、うん、あれと思って、地面が相当近く見えるんですよ。5階のベランダから地面が近く見えた、ええ、小鳥の声が非常にこうクリアに聞こえてきて、なんか危ないっす、ね、それまずいね、うん、でそういう現象にまで陥ったぐらい精神不安定になったことはありますけど、うん、精神不安定、いやそこからどう立ち直ったのかを聞きたいね。いやもうそこはですね、うん、たまたま友達が戻ってきて、何してんのって言って、あの窓際で止めてくれたからよかった。そんなことだ。でもね、多分受験生はね、みんなそこまでね考えてやってます。苦しいんでる、ね、うん、いやだから今日私が、あの、全国の皆さんにお伝えしたいのは、うん、はい、攻略法を見つけようという。あ、デメンタルやられることないように、むやみやたらにただ やるんじゃないよと、はい、なるほどね、私みたいに、うん、あの、あんまり学力が高くない人間は攻略法を見つけた方が分かりやすいよということです、はい、そうですか、はい、以上です。素晴らしいメンタル、はい、ちょっと私の会話の時間長くなったんで、そろそろフェニックスのようで、私の対照的な人間が、ね、いやでも僕心配なのは、あの、会場の皆さんご存知ですけど、菊池アナウンサーこの後ですね、 LINE ラブのご覧の皆さんのフレアというね、あの、曲芸こういうやつのね、瓶投げるやつをやるんですけど、笑ってくれました。大丈夫、メンタルやられてない？まあだいぶ、そっちはですね、攻略法今あるんで。攻略法見えた、見えてるんですか。攻略法が見えれば大丈夫。ただ日々の放送に関しての攻略法がなかなか見つからないんで、うん、毎回あの生放送も大変だなという、あの、上の階から見てて地面が近くなったらすぐ呼んでね、これに入るから、はい、声かけますね、はい、うん、はい、ということで、はい、福さんのね、はい、俺みたいになるのでした、はい。さあ、じゃあ次、福永さんは、はい、まあ、ある意味このこれだけは聞けといったところですか ね、非常にあの素晴らしい成績で現役合格されているということですけど、全然そんなことないんですけど、まあ、菊池さんの話ちょっと結構ボリュームあったじゃないですか、うん、でもやっぱり3倍受験されてるので、はい、それがあると思うんですけど、いや、言い方だよ、言い方だよ、あの ね、会場の皆さんもね、 LINE ラブの皆さん、私よく言ってるんですけど、福永さんに言い方に問題があると、3倍もうちょっといろんな言い方があるだろうって、同じことを言うにしてもね、いろいろあるじゃない。ただ、まあ、福永さんの売りはここですね、現役合格っていうのが売りですね。しかも神戸大でしょ、で、センター800万点何点取ったのさ。800万点じゃない、800万点、900点満点、900点満点だった、はい、あ、それはね、学年っていうか年度が違うから分かんないし、あれなんですけど、まあ、でも大体8割ぐらいです。8割ぐらい、うん、賢いですね。でそんな平均して8割、はい、はい、でも、うん、私があのこれだけは気をつけてって皆さんに言いたいことはですね、私はその高校受験、違う、大学受験を通してかなり太ったんです。本当に、うん、あーって今言ってくださったんですけど、本当に、うん、受験って、まあ、私部活やってたので、まあ、7月ぐらいに部活が終わって、はいはい、1月が受験じゃないですか、はい、もうその5ヶ月ぐらいで5キロ太りました。あら、女性の5キロってなかなかですね。かなりですよ、もう身長比較すると、ね、見た目も変わります。あ、全然違うみたいになってしまったんですけど、まあ、その理由が、まあ、塾に通ってたんですけど、そこに母親が夜食を届けてくれたんです。優しいじゃないですか。本当に優しいですよ、私は。何の自慢ですか、言い方だよ、言い方。いや、本当に優しくて、おにぎりと か、 はい、はい、なんかたまに炭水化物とか、ね、供給汁物まで持ってきてくれて、はい、本当になんかありがたい気持ちだったんですけど、蓋を開けてみれば5キロ太ってしまって、あら、そうですか、あの母親の差し入れがみたいな。いや、親のせいにするな。そうなんです、うん、なんかそれがあって、はい、あの受験本当苦しくてストレスで食べてしまうと思うんですよ、うん、林さんも分かりますよね。分かる分かる、とっても分かるよ、ね、うん、今もやっぱり私もオンエアのなんか間違ったりしたら、うん、ストレスでも家帰ったらもう爆食いみたいな、うん、それでかー、それで、そうなんですよ、言い方自分にはいたのか。ちなみにですね、うん、あの入社してから今3年目で丸2年は経ってるんですけど、はいはいはい、2キロ太ってます。あ、そうなんですか。受験期と同じように誰も差し入れてないのに2キロ太ったと。そうなんですよね、ららら、自分で食べちゃって、はい、なんかそのストレスがあっても食べない、頑張って。あ、そうです、はい、でもそれ食べなかったら頑張れなかったわけですよね。そうなんですよね、やっぱ食べることアドバイスにして
食べないだと頑張れ、ヘルシーなものを食べようっていう あるじゃないですか、はい、健康食品、ね、はい、うん、こんにゃくものとかね、特保とか ね、はい、そういうものを食べましょうっていう、はい、あ、わかりました、はい、林さんも現役なんですね。そうなんですね、私もですね、まあ、早稲田に現役で受かったんですけど、うん、早稲田現役すごいですよ、うん、そうね、あの、ありがとうございます、私はなんか今のはまた言い方ですよね、現役すごいですよ、言い方ただすごいですね、ありがとうございます、受かると取ってつけたように、ありがとうございます、受かるとあの自分の高校に報告に行きますよね、あ、行きますね、担任がよく受かったな、信じられてなかった、そうそうそう、で一番信じてくれるはずの、そんなに仲の良くないクラスメートがたその場にいたんですけど、よく受かったね林くん、言うくらいだった、すごい、未だに覚えてるってことは相当悔しかったですね、悔しかったっていうか、まあひどいじゃないですかね、福永さんの言動みたいなもんですよ本当に、言い方っていうもんで、言ってそうです、それの、うん、言ってそうだよねで、まあまあでもラッキーパンチだったんです、簡単に言うと、うん、あの得意分野、得意分野が出た、あ、うん、あのここの教育の時だけ、ラッキーボーイだ、で、あの苦手にしてた英語がちょっとできた、その時はたまたま、はい、で、日本史で得意分野が出たあっていうラッキーパンチが重なったから、ここだけ受かった、他はダメだったんですけど、ここだけ受かったんで、まあ、はい、確かに当時の学力からすると相当運よく受かった、うんうん、だけどそこであのあぐらをかくとダメですよってことを伝えたい、あぐらかいて何かあったんですか、私はね受験運がいいんだと思ってあぐらかいて、ね、大学の時にねのんきに過ごしてたら、あの大学4年生の時は超就職氷河期 で、うん、ね、で 自分自身もいや何したいんだろうなみたいな、あれ 学生のままでいたいなみたいな、いわゆるあの当時流行ってたモラトリアの人間っていうのになってましてね、はい、で4年生の6月ぐらい教育実習もありましたんで、あ、行かれたんですね、そうそうそう、先生の免許も持ってんの、ちなみに別にゼロ面、いわゆるゼロ面という過程で教育免許を取らなくても卒業できるんですけど、私持ってないですもん、同じ教育学部そうですね、同じ教育学部だけど、わざわざ取りに行ってその間の就職活動もせず、4年も夏ぐらいになってどこも決まってない、ほら、それはまずいっす、ね、何したいのか分かんないみたいな感じ でそこであの結局ツケが来て、一生懸命考えて、じゃあアナウンサーになろうって4年の夏に決めて、1年留年、あの卒業論文をわざと出さないで留年して、で5年生の時にアナウンサーとして受かった、新しいパターン出てきました、現役二浪一流、一流一年留年ということなので、まあまあね、奇跡の現役合格ですけども、落とし穴があったということなんですけども、でも私思うんですけど、まあ受かったのはラッキーパンチではあったんですけど、結構高3の冬、はい、だもう1月ですよ、12月1月に結構学力伸びたなっていう自覚はあったんで、1月2月、そうそう、だから現役生はやっぱりその、はい、なかなかね3年間しかないわけじゃないですか、はい、1浪したり2浪したりした人に比べると、だから結構直前まで学力ってガーンって伸びると思うんですよね、うん、だから今高校3年生の受験生の皆さんはそういう意味で言ってじゃないけど、ね、あの現役の話ですね、ああそうそう、現役で伸びなかったからごめんなさい、身長と一緒で伸びる瞬間に伸びないとその後伸びないと、うん、まあまあそういうことじゃない、現役生の皆さん特にあの12月1月2月ギリギリまでゴリゴリゴリって勉強すると結構伸びるんじゃないかなと思うので、それだけ伝えたいなというふうに思ってますね、はい、いろいろコメント来てますね、あのゲームじゃないとか、いろいろ福永さんはまだまだたくさん食べようっていうコメント来てますよ、あら優しい、優しいって言ってる、食べたらもうどんどん、いやもうそういうのが好きな人もいるから、うん、言い方ですよ、福岡な方が好きな方もいるからね、はい、ということじゃないですか、あいろいろメッセージいただきまして、はい、なかなかご紹介ここまでする機会がないままです、ね、そうですね、あの大泉さんも二郎だよっていうコメントありましたし、ああそうですね、うん、そういう、ね、だから、ね、コメントが心強いです、何浪しようが一流だろうがね、そういうのは関係ありませんからね、その後の人生、今はこう楽しく、その後どうするかもんですから ね、はい、ね、それであの、まあ、受験生、ね、これから大変な人に向けて、まあ、苦手な克服術っていうのをね、はい、ちょっと話最後にねちょっとしたいと思うんですけど、やっぱ眠気って一番辛いですね、大敵、うん、大敵ですね、福永さんだって会社でも結構眠そうにしてますよね
か寝てますもう。いやいや、あなた大丈夫ですか？世界発信で寝てますって言いました。あの意図的に寝てるわけじゃないんです。あの気づいたらもう。それだから受験生と一緒ですよ。いや、そうですそうです。じゃあその受験生の時の何か眠気対策必勝法とかありました？私はですね、毎朝のブラック、毎朝とか毎日ずっと1日通してブラックのあのコーヒーを飲んでたので。ブラックコーヒー、まあ、胃が結構やられましたけど、うん、1日に何缶か飲みますんで。何缶も飲んで、もうとにかくカフェイン取って起きました。やっぱり効くんですね。もう起きてはいられます。まあね、でもカフェインね、ちょっと取りすぎは良くないですからね。まあ、良くないですけどね。適量をということで、ブラックコーヒーをガブ飲みする、はい、いうのが対策。はい、で福永さんは睡眠をするという。なんで言うんですか。だって今言ってた。そうですそうです。私はもう寝る。眠い時はもう寝る。おとなしく寝る。会社でも寝る。それ心はちょっと、ね、改めた方がいいと思います。はい。ちょっとしいですね。これ部長も見てるかもしれないんで。はい、みんな見てますね。まあでも10分15分仮眠取るのもね。まあ、あの15分睡眠がすごいいいんですよ。だから受験、まあ、勉強とか、まあ、仕事とかちょっと眠たいなって思った時は作業効率も下がるので、うん、いっそのこと15分寝ちゃって、うん、頭をすっきりさせてからもう一回やると意外といいです。本当に試してみてください。はい、はい、私はですねちょっと変わってるのかもしれないですけど、当時実際にやってたのが、はい、眠くなったらあの自分が楽しめる短編小説を一番。小説？そう。え、でも眠くなってそっちを読んだらもう一回勉強に戻れます？え、だって自分の好きな、でも短編小説。あ、じゃあ読み終わったら、一話読み切りで自分が楽しめる、あの眠くなるやつはダメよ。はい、森外とかね。いや、それ人によりますか。でも森外さんが悪いわけで。あ、そうね。ごめんごめんごめん。言い方ね、ごめんなさい。え、でも私は大体あの国語とか英語の長文を読んでる時に眠くなるんですよ。ああ、はいはい。それで短編小説読み出したらもう一緒じゃないですか。いやでも人によるからさ、うん、短編小説読んで、面白い短編小説読んでると、あ、面白いって興奮してきて目が覚めてくる。あの林さんはだって国語の先生の免許を持ってるから本を読むことに関しては別にそうストレスじゃない。そう、ストレスじゃなかったんでという方法もありますんで、参考になるか分かりませんけどもね。はい、ということでお送りしてまいりました。もうそろそろ締めようということで、あっという間だった。あっという間の30分でございました。私がほとんど喋ってしまったせいで、いやいやいや、ここに全てを持っていかれたせいで。いや、そんなことないよ。多分今回今回の裏テーマこれだったんじゃないかと。いやいや、そんなことないですよ。なんか今会場にブローカさんがちょっと遊びに来てるんですけど、爆笑してます。ブローカさんね、これ何がそんなに面白い。皆さん大丈夫ですか。面白いよくぞね、あの、そうね、頑張ってるんです。大事とか何を真面目に答えてるそういう会社ないでしょ。何言ってた。自由すぎるトークなんでしょ。自由すぎてこれの話しかしなかった。メインは、はい、色と。明日以降もあの東海はこんなつまんないもん。なんてことを言うんだい。隣であのイーベスポーパークやってるんで来てください。という宣伝いたしましたけど、ね、ということで創設トーク第1回、いろいろな不備もございましたけれども、はい、ありがとうございました。じゃあ最後にね、LINE ライブをご覧の皆さん、はい、受験生の方もいると信じて、はい、メッセージじゃあ菊池さんからいきましょうか。はい、はい、今諦めてる方、来年があります。あ、違うか。なんでそんなこと言って、まだ9月です。そっか私は9月からやろうと思って2月、1月、2月、3月間に合わなかったんで、私が胸を張って皆さんに今から間に合うよとは言えないんですよね、うん、なんですけど す、今からまず3月までやってダメだったら来年頑張りましょうということで、その時にはこれあのゲーム対策を考えてやってみてください。基礎学力がないっていうのが まず大前提なので、そこをちょっとベース上げると福永さんみたいにこう一気に伸びる人もいるんでね。いやいやいや、ぜひやってみてください、はいはい、頑張ってください、はい。そんなに重いアドバイス何もないですけど、まあ現役の方、部活動やってた方、まだまだこれから伸びます。頑張ってください。食欲と眠気に負けるな。頑張ってください。ありがとうございます。私は負けた。私は負けました。いや、それ私が言おうとしたことじゃない。本当ですか。現役生は最後まで伸びますから、1月2月までが勝負ですから頑張ってください。浪人生も伸びますからね。頑張ってください。現役生は特に伸びるじゃん。学校の先生、まあ、免許持ってるからちょっとね、ないない、先生っぽい感じです、ね、先生っぽい。あ、そうでしたか、はい、ということで、はい、創設トークありがとうございました。ありがとうございました。面白いと思った方はチャンネル登録お願いします。そうでしたね、はい。
はい、YouTube と LINE ライブのね、HTV 公式チャンネルございますので、はい、これからも順次、お送りしておりますので、はい、フォローお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。